皆さんこんにちは、三ツ矢です。本日もマリオカード8デラックス実況プレイやっていきたいと思います。コースはねじれマンションの150cc というところでやっていきますか。おー危ない、ちょっといきなり押されていきますが、本日はね、ヨッシーの方をね、ヨッシー猫クラシカルで、やっていきたいと思います。まああのね、このカスタムに特に意味はないんですが、まあ将来的にはね、三ツ矢カスタムと呼ばれるものにしていきたいなというところで、このカスタム使っていっております。ですね、なぜわざわざ三ツ矢カスタム的なねものを使うのかというとですね、現在撮影日が9月の7なんですが、このね前の日のね9月の6にね、あのツイッターと TikTok のね、フォロワーが100人って何やね、100人突破しましてね、まあそれのね感謝を込めて今回動画を作らせていただいておりますというところですね。4位に上がっていくと、まああの本当はねツイッターも TikTok もあのこの YouTube のね登録者を増やすためにねやっているわけなんですが、あーおー危ないの、うん、強いよこれ、はいしないまああのツイッターもね TikTok もそっちはね、あの、いろいろとフォロバ 100% の方とかはね、あの、結構フォローとかしまくってね、結構増やしちゃいるんですが、あの、まあ、YouTube が伸びないというね、悲しい現実はありますが、まあ、私めっちゃ頑張っておりますというところでね、本日も元気にやっていきましょう。はい、3位につけていると。もうマップ見てないのよ、私。しばく。おお、お前が食らうのね。はい。俺間違った、よかった、オッケー。おい、いいね。これショートカッティングを決めて、はい。2位いますよ。いけてますよ。で、1位目の前です。あるよ、あるよ。なぜ2位でコインなんだい？おかしくないか、アイテムテーブル。どっち行った？あ、右ね。はい、左行きまーす。あ、いいよ、いいよ。持ってけ、持ってけ。そんな、好きなだけ持ってけ、バカ誰が。はい、ダブル取れ。嘘、嘘。俺じゃない？俺じゃないね。オッケー。あー、ちょっと早めに投げよう。ドン。はい、ここ。どう当たってんね。当たってるけど、これは厳しい。やめて、抜かないで、オッケーに。100人のよ、100人フォローを祝うレースで2位。まあ、私らしくてよろしいのではないでしょうか。はい、次のレース行きましょう。はい、というわけで2レース目やっていきますか。2レース目は動物の森の 150cc というところでやっていきましょう。ね、おえ幸先悪し。まあね、ツイッターと TikTok がね、まあツイッターに関してはね YouTube の告知をしてね、あとサッカーと野球のね話題をちょこっと触れているぐらいでね、あんまり大したことやってませんし、 TikTok もね、あの実際 YouTube の切り抜きというかショート動画を上げているだけなので、別にまあ大した動画上げてるわけではないんですけどもね。おーい、まあね、 TikTok ではね意外とバズる、あのこの間もね、なんかジュゲム船降りろっていうあの TikTok で動画を出したらね割と伸びたんですけど、それまだ YouTube で出してなくてね、あのそれが伸びるのかっていうのもちょっと今後期待ではございますが、できますか。さあ、トゲを引かされてね、うーん、ここでちょっと抜けていきたいところ。おっと、貴様どけい。おお、怖っ。で、ここアイテム取りたいんですが、ここのねアイテム取るのが非常に苦手。はい、取り人間コンテスト優勝を荒れてます。おー、悪くない。ここもぶっ走っていきます。ここも注意点は荒れるので、はい、殺す。うん、この骨クッパちゃんやりたいけど、あ、なんで2人とも右のダブル行くんだい。もうまあ俺もだけど、はい、2位まで上がっていき、で1位は射程圏内というか1位になっちゃった。やばいな、これだとちょっとコインになっちゃいそう。おお、ボゲ引いていきますか。じゃああんまり譲る、アウトに膨らんで譲る必要なかったね。お、危ねえ。いやー、ここねダブル2つ取りたい。はい、オッケーだけどちょっと頑張ってる。まあファイヤーを避けたと思えばなんてことはないと。うーん、ケツつけるのが優位かなと思いましたが、ほい、てるんす。ちょい。ブーメランが刺さってない。おい、やばくない？なんでこの短時間でブーメランが3連発なんだ？おい。おい。
もうというわけで3レース目やっていきましょう。3レース目は DT ジャングルの 150cc というところで本日3レース目になっておりますと、まあ、こちらね、DT ジャングルでね、童貞の私が走れば、まあ、1位確定というところでね、やっていきますが、あのね、長編動画を撮影してから DT ジャングル走るの初めてなんですよね。ちなみに CD はできません。いや今赤回避しただけだから。ありがとうございます。はい、これでしっかりと7位に上がっていき、ここのショートカットはあんまり得意じゃないんでやりません。はい、あ、ちなみにね、さっきも出てたと思うんですけど、今ね、そう、この動画ね、Twitter と TikTok のフォロワーが100人いったのを祝うっていう動画なので、ユーザー名をね、が三ツ矢100になってると思うんですけど、本当はね、これね、名前、ユーザー名ね、三ツ矢 100% にしたかったんです。でもね、なんでかならなかったんですよね。はい、ここの2周目ロンキー入れまーす。なんで三ツ矢 100% ができないのか、ちょっと不思議でたまりませんが。まあ、ロンキーできるし、いっかな。脈略、おー、ちょっと恐ろしい。HD はやりません。おー、ちょいちょいちょい。なんで叩かないんだい。おー、ちょちょいちょいちょい。ここスロンキー。だどうだろう、ロンキー入るかな。なんかね、入ってないな。いやー、やっぱ3周目までもう、なんだっけ、ロンキーの条件で5人ぐらい抜いたらダメなん、条件満たしてない判定になるんで、短くなっちゃうんですけれども、まあ今、見事にそれをやってしまったというところでございますと。ちょっと見えないが、まあ、ブーン。まあ、いけるっしょ。ここのショートカット。はい、いきまーす。いや、えぐいな。さあ、100% 勇気で頑張っていきましょうか。はい、ここの、7D はできません。ということで。うふぅ。わー、ちょっと待って、抜けたい、抜けたい。先に抜けたい。で、ダブルは取りたいけど、無理でした。あー、ちょっと待って、ここめっちゃダート強化むんだけど、なんでだ、ハイシバック。いやー、やばい。むずいなー。はい、ここの日野さん持ちをしばきつつ、で、ギリギリインコースを締め、攻めてー、なんで俺に当たるんだい。もう、意味がわかんねえんだけど。よいしょ。まあ6位、悪くないんじゃないですか。まあ真ん中あたりっていうね、いかにも同等。というわけで4レース目やっていきますか。4レース目はミュートシティの 150cc というところで本日ラストレースになっておりますと、しっかりとねスタートダッシュを決めますが、納金で走っていたのでコインを回収するのを忘れていますと。まあいいか、頑張りましょう。はい、ここで、ここを、はい、しっかりコインを取って、コインじゃないアイテム取って、よいしょ。いいですね。あ、ここのコインを回収したいところでありますが、ちょっと頑張っていくと。ブーメランね、まあ、赤コーラ回避しただけだから、はい、やっていきましょう。ここ2つやりまーす。いや、せめてアイテム前に下ろしてくれよ。はい、八つ当たりでしばいていくと。なんでテレサ俺なんだ。しかも、使用済みのブーメランですよ。いやー、ちょっと待って、全然、走りが頑張っている。まあ、ここね、しかもダッシュ版過ぎてるし、ダルビッシュー。さあ、1位めっちゃ離れてない？あれ1位だよね。1位なのどっちかはちょっと分かりませんが。これダブル取る、オッケー。あー、別コイン取らなくてよかったかな。ウェイミスター。いや、この論機は3周目まで持ってく。あー、ちミスった。くそー、ちょっと遅かったなー。キラ使うのが、論機の場所が終わったぐらい、まあ多分さっき
やっても論気入ってたと思うんだけど、ちょっと判断が遅れましたね。まあまさに童貞というところですが。もう使えばよかったん。はい、こういうことですよ。はい、まあアイテムは取れませんが、うん、ここいけいけいけ、サンダーお持ちのお客様いらっしゃいませんか。お、いけるいけるいける、頑張れ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 、一部あるよ一部あるよ、あるよ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 、ほい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 、一位、素晴らしい、論気しか勝てん。というところでね、フォロワー100人をね、祝う動画のラストで1位を取れましたのでね、皆さんもね、Twitter、TikTok のフォローもしつつ、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。